ウマゴイアントリッチは、クロアチアザグレブ出身の同国代表サッカー選手。タマク FC 所属。ポジションは MF。GNK ディナもザグレブの下部組織出身であり、2007から08シーズンより、トップチームに昇格。2008年3月8日のクロアチアダービーにおいて、ズボニミルソルド監督によって試合終了間際に、ルカモドリッチとの交代で投入されトップチームデビューとなる。 このシーズンは公式戦4試合に出場したが、いずれも途中出場によるものであった。翌シーズンは、ドルガエ h n ルの NK ロコモティバザフレブへ、期限付き遺跡となり、主力としてプレーし、クラブのプルバエ h n ル昇格に貢献する。半年間のローン延長を経て2010年1月に、ディナモへ復帰したが、2010から11シーズンより、ロコモティバへ完全遺跡となった。 2012から13シーズンよりディナモエ完全移籍で復帰。同クラブでは100試合以上に出場しキャプテンも務めた。2018年1月4日、エクストラクラサのレギアワルシャワと3年契約を締結した。2020年末限りでレギアワルシャワとの契約を満了し、翌年1月16日にサウジプロフェッショナルリーグのダマク FC へ加入した。 クロアチア代表として各年代でプレー。2012年11月14日の国際親善試合アルゼンチン戦で A 代表デビューし、ニコ・コバチ監督の下でフル出場を果たした。ありがとうございます。